江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、スマホの話題ですね。サムスンのギャラクシー、最新のサムスンギャラクシー S24 に深刻なバグが見つかると。で、韓国民さえ偶数モデルはやめとけという意見が出るんですね。それではですね、こちらまだですね、韓国のコミュニティで話している段階なんで、この後ね、まあ記事に出てくると思うんですけど、こちらいち早く、この掲示板からのスレムシの書き込み見ていきたいと思います。じゃあクーちゃんお願いします。その後に映像もありますんで。ネイバール、韓国最大プラットフォームのサムスン掲示板にアップしたんですが、サムスンの関係者に見てもらって深刻さを持って対処してもらいたいと思ってここにも載せます。前にも S24 プラスの GPS に関する文を残しましたが、改善される余地があるのか疑問に思います。 S24 が回転しています。見慣れた道なのでそのまま運転していますが、初めて行く道には行きにくいです。高速入り口に入って上がりますが、相変わらず狂ったように回転中です。高速を走ります。 GPS を遮るような邪魔な建物が一つもありませんが、やはり GPS が回転します。一度こうなったら答えがありません。下のフル映像もアップしてみます。2分が過ぎますが、一度ああなると携帯を再起動するまでそのままです。週末にも野外に出かけたんですが、やはり GPS はどうしようもない状態です。これは改善できるんですか？2月に一度ファームアップしてまた改善するってことじゃなかったんですか？ナビの安全問題なので、本当にいつまでこうしなければならないのかと思います。今回妻は S24 ウルトラ、私は S4 プラスを買ったんですが、妻はこんなことはないと言います。妻も昨日と今日ドライブしながらナビを見て深刻だと言っています。ファームウェアの問題なら早く改善を、ハードウェアの問題なら早く認めてリコールして、普通こんなことは全然ないでしょ。はい、ということでね、映像もありますんで映像を見ていきたいと思います。こちらでございます。ポン。目が回るね。半島が回ってる。これは注視できないね。高速に乗っても全然まあ周りがこうねくるくる回ってますけど、この位置も変わらないんですよね。全くナビはこう経路は示してるんですけど、この車の位置も変わらないんですよ。完全に GPS 信号を受け取るところが狂ってるのか、あと水平とかいろいろ向きとかこう検出するところが狂ってるのかって感じでしょう、多分ね。まあずーっとこんな感じですよ。今だって高速に乗ってますよね、これね。高速に乗ってるけど全然なんか動かない、ずーっとですよ。こっちは出るの？まあでもやだよね、こんなの見たくないよね。ずっと見てたらなんか酔っちゃうし運転できないよね。はい、というね、ずっとこれが続くわけですけど、それではですね、こちらに対して警告の反応を見ていきたいと思います。はい、それではですね、1人目、こちら。あれはひどすぎます。めちゃくちゃですね。サムスン側で事態の深刻さを感じなければ消費者たちは他機種に移るでしょう。普通にカカオマップ、韓国のローカルマップアプリ使えば何の異常もないんじゃないの？あれはスマホの GPS 自体が問題だから、どのマップを使っても同じだよ。 Z ホールド3だけど、トマップ同じく韓国のローカルマップアプリでたまにあるよ。あるんだ。皆さんあります？こんなことガチャがあるのか。自分は S24 プラス S24 ウルトラ2つ使ってるけど何の異常もないんだが。あ、ものによるってこと。うわ、初めて走る道でああなったらパニックになりそうだね。酔いそうだね。酔いそうだね、これはね。
車やアプリの問題ではないのが、 T マップじゃないアプリでもああなる。タス車ではなく歩いてる時も GPS 飛ぶ現象が発生。飛ぶ、想像以上に深刻だ、わらわら。 GPS が飛ぶのはまたちょっと話別だよな。間違いなく深刻な問題なのに見るたびめちゃくちゃウケるんだが、わらわら。運転するのにむしろ邪魔物ですね。 GPS が安全を脅かすならあまりにも深刻です。考えただけでもクラクラします。初心者だったらああ考えただけでも。今回の S24 シリーズの問題が半端ないですね。震える。やはり偶数モデルとエクシノスモデルは外すのが正解だと思います。エクノシスサムスンが作る SOC、 スマホ用 CPU 半導体、あれは機能上の致命的がエラーのように見えますね。原因把握及び改善策が出てほしいですね。ふう。 GPS エラーは解消していませんが、他のエラーを見るとサムスンの対応があまりにも無責任ですね。 GPS は団体で訴訟してもいいくらい問題だと思うし、来月のアップデートで解決してほしいです。アップデートで治ればね。すごくひどいですね。私の場合は方向が不正確に作動する程度なので、強方向性を補正して山登りに使いながら見てみたら異常なく作動するようですが、あれくらいならフラフラしますね。やめとけよ、こんなんで山行きたくねえよ。はい、じゃあですね、チャットの反応いきましょう。異常なく作動したからって、まあ、いいよな。はい、じゃあ上の方からいきますかね。ガラクターの事業を畳む覚悟ができたにだか。奇数偶数の問題じゃねえだろ。奇数はいいの？え、月の写真を合成するバグがあるんですか？わら。なあ、あんだ、いつものことですが、日本で売れたとかじゃなくてよかった、安心。いつもより多く回しておりますから。いや、いやいや、バッテリー爆発騒動の機種は奇数だったろ。偶数奇数関係なくポンコツだろ、わら。冷却ファンにセンサー直結したんじゃないか？通常モードじゃないのか？気にするな。おいおい、こんな国が宇宙計画とか、まあ、軍事関連も底辺だから当たり前かな？リコール、優勝修理しか受け付けないでしょ。天下のサムスンだぜ。ハンドスピナー。いつも日本は嫌けんだから買わないとか言ってるけど、そういうポンコツしか作れないから買わないんだよ。安いものじゃないんだから別れよ。ジャイロがおかしいって考えるのが普通か。国が回転してるからタイムショックにもよく似たことあったやん。かっこ笑い。あ、そっか。まだいいんじゃね。 Google マップなんてとんでもない道に案内してくれることあるからね、わら。てかもう用をなしてないだろ。こんなの見てたら酔うわ。メリーゴーラウンドに乗ってると思った。サムスンソフトアップデートで対応するにだと言い出すまでがデフォ。かっこ笑い。何がどうなればこうなる、わらわら。ドリフトしながら走ればけんちゃなよ、わらわら。こんな状態にする方が難しいと思うけどな、わらわら。さすがサムスンの技術は一味違いますな、わらわら。目的地に行かないで目的地が来いとか言い出すそう、わらわら。これを出荷する体制が理解できんわ。サムスンが自分を中心に世界が回ってると思ってるんだよ、わらわら。パニックになる前にスマホを切るという選択肢はないのかい、わら。アップデートしたら左回転に変わるにだ、わら。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。